こんにちは。今日はね、ワクチンパスポートをちょっと手に入れたんで、これのちょっと説明をね、しようかなと思ってます。ワクチンパスポートで、どこに行けるのかとか、どうやって、取得したのかとか、ね、必要なものが何かとか、お金がいくらかかるのか、あと何日かかるのかとかっていう話ができればいいなと思ってます。で、私もちょっと海外に行こうと思ったので、これ撮ったんですけど、結局は行けなくなっちゃったんですけどね。結局は、日本に、帰国してからの14日間の待機期間があるんですけど、この期間中にね、ちょっと外出の予定が入っちゃって、行けなくなっちゃったんですけど、一応取得はしたんで、その話をしようかなと思ってます。はい。で、早速画面の方を見てもらうと、今これ画面出てると思うんですけど、このワクチンパスポートについては、この厚生労働省のホームページに載っていて、これね、コロナワクチン接種証明書、この接種証明書のことをワクチンパスポートって言ってるんですけど、で、ここのホームページを見てもらえば分かるんですけど、ここら辺かな、申請先が、ここです。住民票のある市町村ですね。私の場合は、私今東京に住民票があるんで、東京に申請したんですね。東京の自分の住んでる区に、申請してます。で、申請に必要なものがここに載ってます。申請書とか、パスポートね、パスポートと接種券。接種券って多分ここのことですね。ワクチン打った時に、このワクチンの接種券がね、届いて、で、ここの部分はもう多分ないと思うんですけど、この真ん中のここがね、残ってると思うんですよね。これが必要なんですよ。はい。などなどですね。で、先ほどお見せした、これね、これが、の見本がここに載ってるということですね。で、これ見てるよりちょっと具体的なちょっと申請画面を見た方が分かりやすいと思うんで、そこを見てもらいます。がこれです。これ東京に申請したんで、これは東京共同電子申請届出サービスっていう画面になってるだけで、各自治体で多分こういうのがあると思うんで、そのお住まいのね、自治体を見てもらえば分かると思うんですけど、で、これが、利用規約ですね。同意しなきゃいけないやつです。で、同意する。で、そしたら、これ申し込み画面が今出てるんですけど、ここに必要な項目が出てきます。まず名前と、名前、パスポート記載のローマ字、で、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、で、メールアドレス。で、これパスポートの写しが必要なんですね。で、これ私はこのスマホのカメラでパスポートをパシャッと撮って、で、それをここにアップロードして、取得できました。で、パスポート番号ね。で、さっきの接種済み証ですね。日付が多分の入ってると思うんですけど、多分手書きでね、日付が入ってるやつだったんですけど、私のは。それも同じようにスマホのカメラで撮影したものをアップロードして、それで行けました。で、本人確認書類。私は運転免許証で行きましたね。裏表。で、渡航予定国地域が、これ私がスペインに行く予定だったんで、スペインで、出てきますね。そうですね。スペイン。で、申請してます。で、渡航予定日が5日書くと。で、ちなみに、この渡航予定国とか予定日っていうのは、このワクチンパスポートの方には記載がないんですよ。記載はされないので、何でもいいじゃないのもいいかもしれないですね、ここは。はい。で、内容確認
ボタンを押したらこれでいいですかっていう画面になって、あとも申請するだけになってます。で時間か、これを申請したのが私ね、土曜日に申請してるんですよね。あの申請完了したら、あのメールアドレスを書くところがあったと思うんですけど、ここのアドレスにあの申請受け付けましたみたいなメールが来るんで、そのメールを今見てると、これか、まず土曜日にこの到達通知っていうのが来ます。これですね、あの受け付けましたよっていうメールが来て、でその後に土曜日なんで、まあ、役所は休みなんで動いてないんですよね。自動応答みたいなメールが来て、で次の、月曜日ですね、一番最初の営業日になって、この受付通知っていうのが届いたんですよ。これ、月曜日にこれが届いたと。でそれからこれに入ってたんですけど、このワクチンパスポートが届いたのが、昨日、10月の20、何日だ ?8 日の木曜日か。だから10月23日の土曜日に申請をして、で25日の月曜日にそれが受理されていて、で、28日の木曜日に届いたと。なので営業日で行くと、月火水木4日間ですね、4営業日で届いたという形になってます。で、まあ今多分これあんまりね申請してる人いないと思うんですよね、海外行かないんで誰も。なのでこんだけ早かったと思うんですけど、これどうだろうな、申請する人が増えてくるとちょっと遅くなっちゃうのかなっていう感じはしますけどね。役所にしては早かったですね、来たのが。はい、で無料でした私は。これ電子申請だからなのかな、申請に必要なものは申請書。これが紙の場合は多分一式このパスポートの写しとか本人確認書類とか全部封筒に詰めてそれを送るって話になると思うんで、郵送料はかかりそうですよね。で自治体によっては返信用封筒とそれ返信用切手も入れろっていうところもあるかもしれないですよね。私はなかったですね。今申請の数自体が少ないからなかっただけなのかもしれないですよね。これだと今後は分かんないです。でね、このワクチンパスポートで一体じゃあ何ができるのってことだと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。これか、今度はこの外務省のホームページ見ると、この海外安全ホームページっていうのがあって、これね、新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国地域一覧とあって、でここにこうずらっとこうリストがになってて並んでるんですよ、こうやって。これだけか。でパッと見ね、なんだろうな、中国はないっすよね。中国って載ってないですよね。ロシアもないな。欧州にロシアなかったですよね。ないな。中国もない。だからアジアとかもめちゃくちゃ少ないですよね、これ。めちゃくちゃ少なくないですか？カンボジアとかね、ないですよね。ミャンマーとか。タイ、ベトナム、インドネシア、ある、マレーシア、モルディブ、全然ないですよね。バングラデシュとか、ないですよね。欧州、あ、ヨーロッパ結構揃ってる感じですね。主要なメンツが揃ってる。
ノルウェーは、ノルウェーなさそう。ブルガリア、あれハンガリーとかはない。あ、フィンランドある、ハンガリーない。うん、という感じで中東とかも少ないですよね。これクウェートとかないですよね。ないね。イスラエル、サウジアラビアがないね。アフリカとかも明らかに少ないですよ、ね。まあ、こういう感じ。うん、なんでしょうね、まだまだ、なんだろうな、これどういう基準になってるんだろう。ワクチンの接種があんま進んでなさそうな国は載ってないのかな。うん、まあいいや、とにかくあのこの外務省のホームページに載ってるんで、ここに渡航するときはこれが活躍するよということですよね。で、ただね、これ見てるとね、あの海外渡航の仕方って、あの海外渡航するときにいくつかもハードルがあるんですけど、まずは入国できるかどうかと、もう一個がその入国した後に自由に動けるかどうか、まあ、この2つが主なハードルで、そこにプラストランジットできるかどうかなんですよね。うん、なんでこれも含めると3つなんですよね。例えば、まあ、スペインに入国するときにアブダビ経由で、行きますと、その時もちろんアブダビのルールにも従わないといけないんですよね。このコロナに関するやつね、 PCR 検査を受けないとアブダビにでトランジットできませんとかねっていうルールがあるんで、まあ、仮にあったとして、でプラススペインに入国する時のルールにも従わなきゃいけないと、で入国した後のルールにも従わないといけない。なんかこれ3つあるんですよね。トランジット国と、いや目的地、目的国と、その目的国での、その行動制限ですよね。うん、隔離があるかないかっていうところ、この3つがねポイントなんですよ。でそれが PCR 検査で陰性ならそのクリアできるのか、ワクチン2回打ってればクリアできるのかっていうのがいろいろあるんですよ。これも結構国によって違うんですよね。うん、ある感じです。で私がそもそもスペインに行こうとしてたのは結構ね、あのハードル低いんですよ、スペインって。スペインだけじゃなくてイタリアとかね、ギリシャもそうなんですけど、結構ねハードル低めになってるんですよね。でスペインこれ今見ると以下の場合の時、日本からの渡航は禁止になってるんですよ。だから禁止なんですよ。なんですけど、次の場合は除きますよと。この場合は行ってもいいよって言ってて、それがここなんですね。ワクチン接種証明書の所持者。まさにこれですね。これを持ってれば行けるんですよ。行けると言ってるのがスペイン。入国できますと言ってると。うん、で、これないとしても、これですよね。入国制限の例外に該当するものはいける。これっていうのがね、多分相当厳しいと思いますよ。これ入国制限の例外って多分そのスペインに配偶者がいるとかね、なんか公務で行くとか、ね、そういう話だと思うんで、これはだいぶ厳しいと思います。ほとんどいないです、こんな人で。プラス、まあ陰性証明ねを取得できる人ならいける。だからもうほぼねこっちじゃなきゃいけないんですよ、という感じですね。うん、でこれスペインを見ると、その自己隔離だとかっていわゆるその自己免疫の期間っていうのはね規定されてないんですよね。これだけ見るとね、その大使館のホームページの方で細かく載ってるのかもしれないんですけど、多分ないですね、見たところなかったです。うん、がスペイン
でね、イタリアも確か結構緩かったと思うんで、ここね、うん、イタリア入国するための公共交通機関に乗る際、今飛行機ね、自社のまた鍵のフォーマットで以下のアーグを提示すると、アーグをすべて提示すれば入国後の5日間自己免疫、自己隔離が免除となる。これ全部揃えればいいと。で、アにもう接種証明書が来てる。で、イが、PCR 検査の陰性証明。日本で受けて、イタリアに向かえばいいだけ。で、ウが、パッセンジャーローケーターフォーム。ああ、はいはいはい。これね。うん。と言っている。なお、またはイのいずれかを提示しない場合。いずれかを提示しない。どちらか、これ、アーカイとかワクチンパスポートか陰性証明書のどっちかのケースは入国はできるって言ってるんですよ。入国はできるんだけど、入国した後に、5日間自己隔離を実施って言ってるんで、イタリアに旅行に行っても最初の5日間は動けませんっていう話になっちゃうんで、まあ、行く意味があんまなくなっちゃうんですよね、うん、こういうハードルがねちょくちょくあるんですよ。入国はできるものの動けないっていうのがあるので、行かれる方はねこれをねしっかり確認した方がいいですよ。でね、ギリシャもね確かに緩かったんですよね、ギリシャ、うん、いずれかの証明書、以下のいずれかの証明書を提示する必要がある。うん、でこれ早速、あ、ワクチン接種証明書って書いてあるんで、これを提示できればいいわけよ。いずれかの証明書を提示する必要があるんで、このワクチンパスポートを、提示すればもう入れると。もちろんそのパッセンジャーロケーターフォーム、これに、自分の情報をね、入力しなきゃいけないです、いけないんですけど、名前とか、滞在中どこにいるかとかね、うん、こういう感じですね。ただギリシャはワクチン打ってなくても、PCR 検査で入れる、うん、感じですね。はいはいはい。でここ入国時に中絶的なサンプリング検査を実施し、検査対象となった場合検査結果が出るまでの間隔離を求める。はいはいはい。なるほどね。抜き打ち検査があるみたいですね。で抜き打ち検査に引っかかってで陽性になっちゃった場合は隔離されると、うん、まあ、これはまあ陽性なんだからそれは当たり前だって話なんで、うん、陰性証明書を持ってても、5日間は動けないっていうイタリアみたいな話にはならないってことですね。うん、ですね、陽性なら仕方ないねっていう話です。ギリシャはこんだけなんですね、ギリシャ。はい。でね、ハードルが高い国って逆にどこだろうな。インドネシアってどうだったかな。例えばこれインドネシアだと現在入国を認めるのは詐称、エーペックトラベルカード、滞在許可を所持しているもの、これはハードルがもう無理ですね。これ詐称か、これは何だろう、普通の旅行ビザでいいのかな、うん、入国前にビザを買えばいいのかな、まあ、それで良かったとして入国時に PCR 検査陰性証明書およびワクチン接種証明書の提示、両方いるんですね。だからワクチンパスポートもいるし、だから、陰性も必要と、うん、結構ガードが固いですよね、こういうところは。でしかも到着後5日間政府が認定した隔離を宿泊施設で自費で待機、自費でって書いてくれてるところは親切ですけどね
まあ、高いところだったらどうしようって話ですよね。高級ホテルだったら嫌ですよね。スカルノハッタ空港の横にね、あのちょっとあの高級のホテルがあるんですけど、そこだとだいぶ高くなっちゃいますけどね。で、空港でのホテルから4日目に再度PCR検査を行われ、結果が陰性であれば移動が許可。なるほど。陰性証明を持って入国したんだけど、5日間は動いたらダメって言われちゃうわけね、インドネシアは。これは大変だな。ここか。ワクチン接種証明書を有していても、上記防疫措置の免除、緩和は行われていないと。意外とガードが固い国ですね。そんな感じですね。で、日本の方、あ、ハワイか。ちょっとハワイ行きたい方、ちょっと多いと思うんで、ちょっと見ますか。米国。まあ、出発前3日、出発前3日以内に、陰性証明ね。陰性証明が必要。で、接種完了者の場合は、向こうに着いてから3日以内、3から5日以内に検査。まあ、陽性が出ちゃった場合はまあ仕方ないですよね。おとなしくしておきますと。その症状自己観察。アメリカはだから、日本で、PCR やって陰性。で、向こうに着いて、PCR やって陰性。これで OK と。意外といけますね。あ、そうか、ワクチン接種完了者の場合それでいける。で、完了してない人は、あ、そうそう、こういうパターンね。人は向こうに着いてから、7日間は自主隔離、陰性だったとしても7日間は自主隔離しなさいってやつなんですよ。こういうやつね。これが、まあ、ワクチンを打ってない場合はこういうところでこういうハードルが、ね、出てきちゃうっていうことですね。到着後10日間は自主隔離。はいはいはい。ああ、これあれか、なんか地域別になってます。あ、ハワイ、なんかハワイは別になってましたね。つまりさっきまでの説明は、本国の方というか、あの大陸の方の話ですね。で、ハワイはここに載ってましたね。別になってますね、ハワイだけ。10日間の自己隔離。はあ。ただし、日本からの渡航者については、出発前72時間以内にハワイ州指定の医療機関で検査を受け、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の10日間の自己隔離は免除。ああ、いいね。日本は贔屓されてますね、これ。出発前72時間以内。出発前に陰性なら、到着後自由に動いていいよと。こんだけか。ハワイ行きやすいですね、そうすると。いいな。ハワイはいいっすね。すごい行きやすくなってますね。陰性であればそれで OK という感じみたいですね。はい、こんな感じなんで、まあ一通りね、これがこのワクチンパスポートの話です。で、ただ、まあ、これで結構行きやすい国と、まあ、行きにくい国っていうのがあることが分かったんですけど、ただどこの国に行ったとしても結局これ日本に帰ってきた時の、隔離っていうのはですね、こう免れないんですよ。そこが免除されない限りなかなか海外旅行のねハードルがね低くならないんですよね。ちょっとこれサイト見てると、ちょっと今ご覧になってるのが、まあ、厚生労働省のホームページで、今度はこれね、帰国した人向けのルールになってて、これね、
14日間の待機期間中のルールっていうのがあるんですよね。入帰国後14日間は自宅や宿泊施設で待機で、他者と接触しない、毎日1錠ほど健康状態の報告を行うと。これ誓約義務化されている、誓約書にサインさせられるってことですよね。で、毎日、自分でこれ、結構ね、これ日本のこれ水際対策がガチガチなんですよ。で、これアプリを入れさせられるんですね、この MySOS っていうアプリをスマホに入れさせられて、でここで位置情報を認識してるんですよ。で、これ自分が今どこにいるよっていうのをこのアプリを通じて届け出をしなきゃいけないと、そういうルールになってます。でね、確かね、これじゃスマホ持ってませんって逃げれるのかっていうと、そうじゃなくて、確かスマホレンタルさせられるんですよ。空港で、こう自分のこうスマホ見せて、で、ほら、アプリ入ってますよってこう見せるんですよね。で、スマホ持ってませんっていう人は、じゃあスマホレンタルしてくださいって言われて、もちろんお金払ってレンタルしなきゃいけないと。そうなってます。で、これ位置情報がバレるとはいえ、じゃあ家にこのスマホ置きっぱなしで外出りゃいいじゃんってなるじゃないですか。で、その場合でももちろんこの現在地の報告をね、1日複数回現在の位置情報を求める通知が届くって言ってるんで、これに応答しなきゃいけないっていうのが1個で、もう1個ですね、結構面白いのがこれなんですよ。ビデオ通話っていうのがね、あるんですよ。なんかランダムでこの入国者健康確認センターっていうところから電話がかかってきて、それがビデオ電話らしいんですよね。だからそこに、その電話に出ないっていうのはもちろんおかしいし、出た時に外にいるっていうのもおかしいわけですよ。なので、ね、なかなかね、ちょっと、まあ、この網から抜けることは考えない方がいいかなと思います。おとなしく待機しといた方がいいと思ってます。そんな感じ。結構ガチガチのね、水際対策やってますよね、日本も。そのようですね。でね、これ確か、どこから帰ってきたかによってこの待機する場所がね、変わるんですよ、確か。と、まあ、一番軽いのがこの自宅で14日間っていうやつで、さらに10日目で陰性だったらもう残りは待機しなくてもいいんですよ。だから一番楽なのは、楽なパターンだと自宅で10日間なんですよ、帰国後の隔離っていうのはね。なんですけど、これ例えば感染状況が結構ひどい国から帰ってくると、最初の3日間は指定したホテルで待機で、残りを自宅でいいよっていうパターンもあれば、最初の6日間は指定のホテルで、残りは自宅でいいよっていうパターンもあるみたいです。で、そのもちろん指定のホテルっていうのは、ね、多分成田空港の近くとか羽田空港の近くのね、ホテルに多分なるとは思うんですよね。なのでその辺も、その指定のホテルに滞在しなきゃいけない場合は、そこの宿泊費用もその旅費のね、このトータルに、旅費の予算に含めておかないといけなくなると、そういうことなんでしょうね、あの海外旅行する人はね。いや、今ね、やっぱ海外旅行をすると、やっぱメリットとしてはやっぱ観光地に人が少ないっていうことと、航空券が安いっていうことだと思うんですよ。これはもうめちゃくちゃなメリットだと思うんですけど、ただデメリットとしては手続きが煩雑ですよね。日本で PCR 受けて、で、なんだ、それイタリアとかだと、イタリアとかギリシャだと、なんとかフォームに入力するんですよ。どこのホテルに泊まるのかとか、その入力もしなきゃいけないし、あとは、まあ、その
出国前の PCR 検査の費用ね、これ PCR 検査費用ってね、僕ピンキリなんですよね。でなんか3万円ぐらいのところもあれば、なんか5000円ぐらいのところもあったりして、ただその英文の証明書がやっぱりどうしても必要になるんで、その証明書発行費用が結構かかりますよね。でハワイだとなんかハワイ州指定のなんかねフォーマットかなんかがあって、それがまた高いんですよ。それが高い、ので、その辺のお金がかかるっていうのがまあデメリットですよね。ただやっぱり飛行機が安くて観光地に人が少ないっていうのはね、素晴らしいとは思うんですけどね。でさっきちょっと言ってたギリシャ、これパッセンジャーロゲーターフォームっていうのをちょっと見てみますか。これですね、ギリシャじゃないか、これスペインか、スペインって書いてありますよね。まあいいや、まあこういうフォーマットに入力しなきゃいけないですよね。これ飛行機で行く場合と船で行く場合で分かれてて、入り口があんま飛行機の場合こっちと、これ多分クッキーで、スペイントラブルヘルス出てきちゃったけど、なんでこれ、まあいいや。でこういうところに多分、ああ出てきましたね、これ名前、パスポートナンバーと、ああはい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 、フライトナンバーね、NH401 便とかそういうことですよね。で、E メールアドレス入れて、なんかこう制約させられるやつですね。まあ、こういうのに、まあ、あらかじめ、入力しておいて、このセンドボタンを押して、多分このスペインの当局に送るっていうことになるんでしょうね。まあ、こういう手続きが入ってきますということです。もうめちゃくちゃめんどくさくなりましたね、海外旅行行くのが。はい、まあ、こんな感じでね、今回の動画は終わります。で、またちょっとね、海外はね、好きあらば海外に行こうかなと思って、また撮影もしていきたいんでね、海外で。またちょっと行くときはお知らせします。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。